中年オタッキーです、月末ライブね、仕事の都合でできず申し訳ありませんでした。今朝5時53分か、一仕事終わってね、次の仕事までちょっと時間があるので動画作ってます。今日はね、カメラ紹介の動画になりますね。ペットリ、栗林写真工業なのかな、もうないんですけどね、のから発売された、コンピューター35っていうカメラですね。こちらを紹介してまいります。それでは動画スタートしていきます。はい、このね、コンピューター35っていうカメラ、発売年度はね、1971年と72年、なんか2つでなんか説があるみたいで、どっちかはっきり分かんないんですけども、まあ50年近く前のカメラであることは間違いないです。で、特徴的なのがね、この軍艦部のね、右肩にある、コンピューターの文字なんですけど、よーく見るとね、これ綴りが間違ってるんですね。コンピューターコンピューターは35で E が入るはずなんですけど、入ってません。で、コンピューターが入ってるわけじゃなくて、まあ、何ですか、コンデンサーとかそんなんで、光 CDS なんでしょうけどね、 CDS で捉えて、その光で、自動露出をする、まあ普通の、この当時のレンジファインダーカメラと、まあ、そんなに差はないと思います。レンズはね、40mm の F2.8 っていうのが入っていまして、ね、このレンズの見た目にしてはね、ちょっと可愛らしいガラスレンズが入ってるんですね。で、20像合致式のピント合わせの、レンジファインダーカメラで、EE カメラであります。もうほぼ EE です。オート以外は、シャッター速度が、60固定になるのかな。ちょっとはっきりわかんないんですけど、で、絞りがね、2.8 から22まで使えます。よいしょ。横のノブで開くんか、横のノブで開きますね。で、まあ、こんな感じでね、35mm フルサイズのカメラになりますね。使い勝手なんですけどね、まあ、大きさ的にはそんなに、まあ、今のカメラに比べたらさ全然大きいんですけど、そこまで大きくもなくて、で、使い勝手はいいです。全体的な感触もね、ちょっとね、なんていうんですか、安っぽい感じではあるんですけども、使った感じ、信頼性が低そうだなとは思わなかったです。今回のね、このカメラもね、勝高様から提供されたものです。本当にね、助かってます。勝高さん、ありがとうございます。で、写真を撮ってまいりました。で、作例になっていくんですけども、今回はね、このカメラ、カラーで撮ったらなんだか良さそうと思って、なんとなく勘ですけど、で、コダックゴールド200っていうカラーネガフィルムを使って撮ってみました。なんです、色を見た感じですね、結構ね、いい感じに映ってるんだとは思います。現代のレンズに比べると、若干ね、色が、なんていうんですか、偏りがちなんでしょうけど、この時代のレンズにしては非常に秀逸だと思いますし、この特殊な発色で、逆手にとって面白い写真を撮ったりもできるかもしれません。結構ね、カラフルな場面でも撮ったんですけどね、いい感じで撮れてると思います。で、シャープネスもね、結構いいんで、これモノクロで撮っても面白いかもしれないですね。全部ね、作品は EE で撮ってます。自動露出です。で、特に露出外しもなく、問題なく撮れました。特にね、一番最初の白母の写真なんかはね、これ自動露出で撮ってこんだけ撮れるんだなと思って、シャッター切ってた時はちょっと不安だったんですけどね。まあ、トラックがちょっと写ってる写真は若干アンダーで粒子が荒れてますけどね。で、逆光には非常に弱いようで、太陽が入ってる
ような写真はもう完全にフレアになっちゃいますし、で逆光でなくてもね、メッキとかで光ったものがね映ったりすると若干フレアが広がるような感じで、逆光には非常に弱いみたいです。まあ、こんな感じなんですけどね、あの何よりね使いやすいです。もうね、あの20像もねすごい綺麗に出てますし、あのなんていうんですか、あのピント合わせのねこのノーブもね非常にいい場所にあってね、あの非常に使いやすいです。で ISO 感度設定とかもねあのやりやすいですし、もう EE に合わせたらこれがね ISO 感度設定で、これが絞り設定なんですけども、あの日中はもう EE しか使えません。であとはねこれあのなんていうんですか、あのフラッシュを使うときにね、あの絞り値を、決定する。まあ、あの日中でもさ使えるっちゃ使えるんですけど、基本的にはいいカメラになりますね。で電池で動いてます。電池がねこれ何だったかな、忘れちゃったよ。LR44 でいけたのかな、 LR44 でいけたのかな。まああの電池が、その電源が入らないカメラはもうねこのカメラ、使い物にならないに近いことになると思います。で、まあ、この当時のね EE カメラ、CDS 指針式の EE カメラになるんですけども、他のカメラもそうなんですけど、 CDS になってるモデルはねだいたいねあの露出外し、がない、カメラが多いです。特にねなんていうんですか、その一眼レフカメラはなんだっけ、レンズからね直接、光を取り込んでその被写体を、見るカメラになるんですけども、このカメラはまあ言うたら外部露出系になるんで、この外部露出系のカメラってね露出の精度どうなんだって思うんですけど、大体いいんですよね。TTL かスルーザレンズって言われてる一眼レフのカメラに比べるといいと僕は思ってます。その全体的な光を見て速攻するのと、その TTL、レンズスルー式ね、スルーザレンズですけど、スルーザレンズの場合はその見てるもの見てる範囲だけで露出を決定する。でこいつは外部露出で全体の光を見て露出を決定するんで、逆光時以外はねこっちの方がいいような気がするんですね。被写体の色とかでその TTL 方式の場合はあの露出を外したりしますんで、この、外部露出系式のね、その CDS 式の外部露出系のやつとか、まあセレンコ電池のやつもそうですけども、比較的ね信頼できると思ってます。はい、まあ話はちょっと脱線しましたけどね、ペトリコンピューター35なんですけどね、あんまりね数が出回ってなくて相場は分かんないんですけども、動くやつはまあまあすると思いますね。で電池はね LR44 が2個入ってます。100均で売ってるような電池で、使えるので、非常に安上がりなんで、試してみたい方はねいいと思いますよ。まあ描写とかが気に入ったらね探してみるのもありなんじゃないかなと思います。今日のカメラ紹介はこんな感じであります。はい、それではねいつもの作品紹介のコーナーになってまいります。今回ねたくさんねちょっとあまりにもたくさんね投稿されているので、ね、全員紹介できないんですけども、今回紹介されなかった方はね次回の動画で紹介しますのでねしばらくお待ちください。まずは野良旅人さんから、1枚目がねソニー α7-3、レンズがソニーツアイス 24-70、で2枚目が、同じくカメラ α7-3、ツアイス 25mm 単焦点で撮られております。1枚目2枚目ともにね早朝の写真ということで朝もやが出て綺麗な写真になっておりますね。ツアイスレンズのね発色のね良さ、ソニーのねカメラのね
性能と加わって、まあいい感じにね撮れておりますね。はい、イメタ、あ、違う、野良旅人さん、ありがとうございます。旅人っていうね、あのハンドルネームが間違いやすい、ごめんなさい。ね、次一都市九さんの写真、1枚目タイトル完成しました。タイトルがつきましたね。オリンパス OM30、随行オート T135、F3.5、コダックの200で撮られてます、ね、2枚目が昔乗りたかったバイクっていう、カメラはオリンパス OM30 随行オート S50mmF1.8 コダックゴールド200ということで、これ CB7 班のね、あのプラモデルのね写真撮られてますけどね、一都市九さん、僕これ原車を持ってます。今でも動いてますと言っても、この間10月に車検して1回しか乗ってないですけど、あの現車を乗ってる人間からアドバイスして、あのさせてもらいますと、もうちょっとでシルバーが濃いですで、これ FB ですよね、うん、CB750FB なんでね、シルバーはね、あのマグナムシルバーになるんでね、もうちょっと色が濃いですよはい、一都市九さん、ありがとうございます。次はドリームロコモーティブさんの写真、2枚、ソディのアルファ7レンズがコンタクスカールツアイスバリオゾナ T2870F3.5 から4.5mmJ になってますけども、これはあれですね、 N ゲージかなんかのジオラマの写真なんですね、これすごい、これお金かかってると思いますね。一都市九さんつながりでちょっと模型の写真になりますけど、これね、なかなかだと思います。なかなかのねレベルだと思います。お金がないで N ゲージって確かすごいお金かかるんですよね。ドリームロコモティブさん、ありがとうございます。次が、アルファ K さんの写真、タイトルが1枚目が静寂、2枚目がね満腹をお願いにということでね、カメラがねペンタックス ME、 レンズペンタックス M50mmF1.4、 フィルムがニューシーガル100、設定感度160、増感されてるのかな、ということで、特に2枚目ね、あのねにゃんこがね賽銭箱の前にね、あの来てね、あの、くつろいでる感じなんですけどもね、まあ、にゃんこ賽銭払えないでしょうけどね、満腹に、タイトルのね満腹お願いにっていうのがね、あの微笑ましくいい写真ではありますね。はい、アロハケイさん、ありがとうございます。次がね、あのスキャンスタジオ F11 さんの写真、これ1枚目がね、神様降臨、ローライフレックス 2.8C、エクソナーっていうの、これ、80mmF2.8、 これローライのカメラちょっとよくわからないんですけどもね、2枚目がね呼んだっていうね、これ面白い写真ですね。傘を忘れ物してるっていうタイトルが呼んだっていうので、傘がなんかこう、なんていうんですか、呼びかけてるっていう内容のエロライフレックスですね。同じく、フィルムが富士フィルムの NP160NS、でね、1枚目の神様降臨っていう写真なんですけども、これ、太陽のね、フレア、ロライフレックスのこれ、古いモデルなのかな、結構ね、フレアが広がってる、そのフレアをそのタイトルに活かしたという写真になりますね。で、紹介してる写真はね、フレックスタイト X5 で、ローで取り込んだのかな、ロー出力、で撮ったもので、JPEG で撮ったものもね、ちょっと JPEG バージョンっていうのもちょっと出しますね。JPEG バージョンもね、フレアがさらに大きく広がってるんですね。これ、エプソンのその家庭用のスキャナーでは、そのローで取り込むっていうのはね、あれなんですけども、これなかなかね、そのローで取り込んでね、フィルムの中に入ってるね色彩情報、を、しっかり出してる感じですね。スキャンスタジオ F11 さんね、実はね、雑誌で紹介されました。これね、今月号のフィルムカメラスタイルなんですけどもね、今月これもね、なかなかね、内容が濃くなってます。で、ちょっとだけ紹介しますけど、丸々1ページね、これあんまり見せたらね雑誌に怒られるんで、丸々1ページね、スキャンスタジオ F11 の斉藤さんのね、紹介になってます。で、東京都葛飾区でね、
スタジオをやっておりまして、フィルムスキャンをね、高精度のフィルムスキャンを楽しめるということで、私のね、動画の概要欄にもね、URL を貼ってありますんでね、ぜひね、見ていただけたらと思います。はい、スキャンスタジオ F11 さん、ありがとうございました。次がね、イクオさんね、イクオさんの、写真、全部読んじゃったらフルネームになっちゃうんで、イクオさんとだけ言いますね。タイトルがね、晩秋のお寺の紅葉、2枚一組になりますね。組写真というわけではないんですけども、モノクロでね、紅葉の写真を撮られております。カメラがね、アサヒペンタックス K2、レンズがリコー XR リケノン 50mmF2、富岡光学製造の例のレンズですね。なんていうんですか、レンズの解像度を活かしたね、バリバリの写真になってますね。ね、絞りはほぼ開放に近い感じになってくるのかな。1枚目、2枚とも、もう絞りは結構空いていると思います。ピントが合ってるところとね、合ってないところの、差が面白い写真になってますね。はい、富士ネオパンアクロス2を使用されているということです。はい、今日のね、写真紹介はここまでにしときます。ちょっと、ジェームス親父さん、ミッシェルさん、ナゴムさんのね、その紹介をちょっと次回にさせていただきます。あんまり長くなっちゃうとね、ダラダラした動画になってしまうので、この辺ということで。で、次の動画なんですけどね、次の動画どうしますかね。候補が絞りきれてないんで、また気まぐれになっていくかな。オリンパスペン D の写真も上がってきてますし、なんでコニカレコーダーの写真も上がってきてます。ちょっとどれ行くかははっきり分かんないんですけど、また次の動画までお楽しみということになりますね。ライブができなかったんですけども、月初にライブするとパケットが苦しくなるんでね、そのライブは消えていく形になってしまいますね。申し訳ない。パケットがね、結構ギリギリでやってますんでね、こういう仕事でね、もう外ばっかり走り回ってるんで、どうしてもね、パケット頼みになりますんで、そんな感じで、今回の、ライブは、なしということで、中止ということになってしまいました。初めてかな、ライブをスタートさせてから。申し訳ないです。じゃあ次回のね、動画までね、お楽しみ、お待ちいただけますけど、この辺にね、チャンネル登録ボタン出てきます。またチャンネル登録してない方はね、チャンネル登録してお待ちください。最近ね、若い方のね、視聴者がすごく増えているみたいです。以前はね、ゼロだった、18歳から24歳、24歳から34歳、視聴者層が今 7% 台まで来てます。何が起こってるんだろうってね、思ってるんですけどね。もしかしたらね、その話も動画の内容にしていくかもしれません。はい、じゃあ次の動画まで、しばらくお待ちください。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。さよなら。